こんにちは、リニニットです。こういう形で固定したテンション棒を使って今編み込みをやってます。でちょっと面白い道具を使ってるんですけど、これどういう編み込み模様になるかちょっと想像がつかなくてですね、こういう時こうやってね、鏡で後ろ側をこうやって見るといいんですけど、ちょっと目が大きすぎたからかな、ちょっとよく分かりませんが、鏡で見ても、これ鏡です、猫ちゃん。それで皆さんこれご存知でしょうか。これシルバーリードのハンズ柄出し機 PS150 PS150。 海外ではニードルセレクターって言うみたいですね。針を選ぶっていうね、ニードルセレクターっていうみたいなんですけど、これはどういうものかと言いますと、これが本体です。これが本体で、本来PS150 ってあるように SK150 ね、パンチカードとかのついてない9ミリピッチの編み機用に設計されているもので、本当はこうその編み機にカチンってはめて使うようになってるんですけど、これですね、これと、これが取扱説明書なんですけどね、こういう風なものが入ってて、一番肝心なっていうか一番だから特徴的なのがこれなんですね。これこういうものなんです。で実はこれ専用のパンチカードが何枚か入ってますけど、で結局パンチカード機のない編み機でパンチカードの穴を使って模様を作るっていうものなんですが、あれ私今どの模様やってたんだろう、これかな、いやこっちしてみようかな、どうだろう、なんかあんまり面白そうじゃないんですよね。他のはすごく間隔が空いてて、滑り目とかタックとかね、これも結局、今からやってみます、とにかく。でこれはこれあんまり出てるの見たことないの、私ずいぶん前に入手したんですけど、こうやってね、ある程度このスレッドに入れておいて、で矢印入れるときは矢印と反対側にこうやって入れますね。あ、これ反対だ、これ反対でした。あ、こっちでもいいのか、でも多分こっちでやったから、これをやったのかな、やってみます。入れるときはパンチカード、これシルバーリードは9ミリピッチの編み、パンチカードは 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ですね。ブラザーのパンチ9なんかは24目ありますけど、でこここう太い線と細い線とあるんですけど、この太い線がスタートラインです。でここにこうやって合わせて、で結局で本当はこう全部ガラガラガーッと出して下側からこう回して、こういうふうにもう一つのこの下からね、こう出して、
こうやってスナップが入ってまして、こう両サイドをこういう風にして、こうやってこういう風にして、ここパチン、こうやってパチンパチンと止めて、こうくるくる回ってくれるようにするっていう感じですよね。これでシルバーリード LK100LK、 こうやった方がいいかな、 LK100 ですね、でやってるんですが、でまず同じ模様で続けよう。ここ見えますかね、ここスタートライン、スタートラインにまずこう合わせておきます。こうやっていきます。そしてこの矢印方向に、矢印方向に動かすと、実際に入れるときは反対にこう入れていくんですけど、矢印方向に動かすと実際に1段ずつ模様がの位置に動いてくれるっていう感じです。それでこれで今一模様編み終わったところなんですね。まず針のことから、針ですね、これの場合は両サイド一目ずつ余分な針を取ってあります。そんで2、4、6、8、2、ここは中心で、また2、4、6、8、2と12ずつになってますね。で大事なのはこの12目のうちの1番目がこれ、それからまた1番目がこれ、これが基準になります。自分が針を選ぶ基準になってきます。でまず紺色の糸が入って、青い糸が入ってます。それでこれはちょっとこうなぜ全部出てるかはやっていくうちに分かると思うんですが、まず針を、この柄出し器で針を選ぶ前に C 位置にしておきます。 C 位置です、編む位置ですね。これLK100 の場合、他の編み機は結構引き返しとか滑り目とかなんとかってあるんでね。これでここのこの穴がありますよね、この穴で両サイドはに柱があります。これは針を選ぶんではないんでですけど、この両サイドの柱を両方の穴に合わせてこうカチンとやります。そうするとこういうふうに結局パンチカードが開いてる、パンチカードの穴が開いてるところが引っ込んでくれるんですね。でこれで針を選びます。するでしょうかね。でこれが1番目、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3、4、5、5、6、7、8、9、10、11、12、11、12、11、12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 、
で、こうやって一番目から、ここが引っ込んでても一番目の針から位置を合わせてこうやって出しますね。で、ちょっとこの柱がこの編み目模様に設計されてないんで、ちょっと隣の針に干渉するんですけど、それはこう注意して、で、また一番目から合わせてこういうふうに出しますね。で、これは出ちゃいけない針、こういう形です。そうすると編み目模様は一番手前まで出てる針を編まないので D ポジション編みませんね。で、これで編むといわゆるこの部分が
滑るっていうかタックみたいになりますね。でこれで編みます。まあ、ちょっとこの位置が近すぎた。はい、こういう風にします。でそうしましたらここで糸を変えます。青い糸を抜いてこちらに休ませといた白い糸を入れます。ちょっと白い糸もうちょっとしかないな、大丈夫かな。でこの青い糸、あの上のテンション棒を使う場合は上のこの上の状態ですね、上の状態を気をつけながら、この編み機の端っこにかけるか、ちょっと私はもうあのミニアモちゃんがちっちゃいんで、この重りで糸をこうやって置いて、あの留めておきますけど、でここでまたこれ C1 に出てる針も引っ込んでる針も C1 に合わせますね。この位置です。それで今 A で選びましたよね。今度ひっくり返して B で選びます。そうすると逆転するわけですね。この引っ込んでるのを1番目の針に合わせて、ここもあの編み地持っておいた方がいいですね。こうやって、でここもここが1番こうやって、あ関係ないのが出た。ちょっとこれ加減が必要なんですけどね。ね、はい、これで白い糸で編みます。結局これであの編んでない滑った目を今度白い糸が編むみたいな形で編み込み模様ができていくっていう感じです。そうしましたらまた糸口から白い糸外します。で脇に避けておきます。私はちょっと重りで留めておきます。そしてここで青い糸が左側にあるんですね。だから全部 D1 に出して空通しをして移動します。そして糸口に青い糸を入れます。でテンション気をつけます。それからテンション棒のバネに糸が絡んだりしてないように2本の糸がの状態を確認して、でこれ C1 に下げます。 C1 に下げる。そして青い糸が A ですから1回向こう側に送ります。カードを1回送りました。それでこれ横のボタンをパチンと押すと解除されます。でまた位置を合わせて新しい針を選んでもらいます。針っていうかニードルセレクター、針を選ぶ位置を。でここ1番、これ端の余分な1目の隣が1番目の針です。12本のうちの1番、少しね持ち上げる感じで針の頭だけこうやってしてあげると、こっちもこっちはこのグレーの5本のうち中心部分が1番ですね。こういうふうに出します。それで青で編みます。そうしましたらまたまず出てる針引っ込めた方がいいですね。で編み地をこうやって持っておいて編んだ針をも出して C1 に揃えます。それで今 A で糸変えなきゃ、ここで青い糸を外して白い糸を入れます。でこの青い糸、上の
テンション羽のところ気をつけて、こうやって、あ、まあ これでねされる時場合はその度に変えなきゃいけないから大変か。で白い糸は、B ですね、ひっくり返します。それで1番が引っ込んでます。1、2、3と正確に選びます。こういうふうに選ばれました。そうしましたら1段編みます。白で1段、で白い糸外します。で横に引っ掛けときます。これでまた青い糸が今度右側にありますので、全部出して空通しです。移動させます。それから青い糸を糸口に入れて、で C1 に下げる、 C1 に下げます。そしてまたこれを一つ向こうに送ります。でこれ解除です。でここに差し込んで、そうすると別の針を選んでくれますね。でここは1本目がこれ、右から2本目が1本目です。で少しね、これの場合は少し持ち上げる感じ、あのちょっと高い位置から針の頭をこうしっかりこうしちゃうと、この柱があの隣を出しちゃうんですよね。だからこんな感じ で少し動いた針は整えてあげる。で青で編みます。から編んだ針 C1、 出してた針 C1、 編んだ針も C1、 全て C1 に揃えて、で青い糸を糸口から外して、まずあの2色使う時、まず次に編む糸を入れてから、こうしたらここクロスされますね。これだとよく映りますね。はい、次は白い糸編み終わったので白い糸外します。で横に避けておきます。そしてすべての針、今青い糸がこちらにあるので空通し、すべての針編まない位置に D ポジションに出してこちらに移動します。そして糸口に糸を入れます。でテンション気をつけます。あとこのバネが、テンションバネと糸が絡んでないようにしてください。それでこれ A ですね、 A、 これ横のボタンを押して解除します。でこれ柄出し機のこの矢印方向に一つ動かします。それでこの両サイドの長方形の穴、ここにこの柱の部分ですね、両サイドのこれを合わせてパチンってやると、こういうふうに穴が開いたところ、パンチカードの穴が開いたところが引っ込むわけですね。で針の位置 C1 に全部揃えておいて、また針の1番目から位置を合わせて出していきます。はい、出ました。で今 A ですね、 A で青を編む、編みました。で青い糸外して、青い糸外して糸口から外しておいて、まず白い糸を糸口から入れます。そして青い糸を避けておきます。それでまた針の位置を、出てる針引っ込めて、
編み地こうやって手で押さえてた方がいいです。で編んだ針も出して、こういうふうに全ての針を C 位置です。この C 位置ですね、編む位置 C 位置に合わせます。それで今度は白い糸なので青い糸で A を編みました。これをこのままひっくり返して B にして針を選びます。こうです。編み地こうやってこの時も押さえておいてあげるといいですね。今 B で編みます。で白で編みます。それで白い糸を糸口から外して横に休ませます。で全ての針 D1 編まない位置に出して移動します。はい、終わりました。では普通に平編みをして外して見てみたいと思います。これ、テンション棒全然動かないでしょう。見ててください。ほら、ビクトも動かないでしょ。この重りで糸を止めてました。どんな模様になってるんでしょう。ほう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 。あ、結構模様になってますよ。これ見てください。後ろこんなでしょ。後ろこれ、これ自分で手動でもね、例えばあらら、こういう三目飛ばしで選んどいてもらって、編んどいてから、で今度編んだ針を編まない位置に出してとか、手でもできますよね。まあこういう出した針、引っ込んでる針を編んでもらっといて、今度逆転させて編まなかった針を別の糸で編んでもらうっていう風にすると、こういう編み込みになるわけですよね。できました。編み込み模様です。以上です。